ゃあ、はい、どうもパテオス教会でございます。本日10月12日、2015年10月12日の夜のもう今や11時でございます。パテオス教会、昨日飲みすぎてお腹を壊して二日酔いでしたけども、夜になれば復活しましたんでご飯食べます。また鍋です。鍋やるんでカメラ回してます。男の寂しい一人鍋、いつまで続くんでしょうか。そんなおっさんの夜の風景でございます。というわけで西原紹介、おっしゃ。というわけで鍋、はい、9名様いらっしゃいませ。本日はお鍋をね差し出します。もうね、例のごとく回してますんで、本日は鶏肉、鶏鍋にします。白菜も今日買ってきた、うん、今日はね、鶏です。ヘルシーに胸肉ですけどね、うん、胸肉でございます。ありがとうございます。おつでございます。ただいま撮影中でございますんで、返信は控えさせていただきます。野菜もあります。白菜入れます。白菜の芯のとこちょっと先入れといたろ。芯のとこ入れてくたくたさせよう、うん、くたくたさせようかな、うん、くたくたさせて。ほんとね、昨夜はね、久々に完全に酔いつぶれたな、ほんま。寝たもんな、日付変わる前に寝てたもんな。というわけで皆様、復活の兆しの、大丈夫かな、今日キャス重たくない？めっちゃ重たいんやけど。というわけで皆様、乾杯でございます。ただいま1本目、ビールいただきたいと思います。乾杯。おいしい、うん、ね、飲む前にちょっと今日炭水化物入れておこうと思って、ネギチャーシューおにぎらず書いてる、ライスサンドと書いてます。ネギチャーシューおにぎらず買ってきました。半額でした、先ほど行きましたらね、もちろん半額でできたんでね、おにぎらず食べよう思って。これ149円もすんのよ、普通に買ったら。それが半額やったから一応買ってみよう。ネギチャーシュー、ね、ちょっと炭水化物入れとかな、お腹にね。こんな感じ、いただきます。米食うとかな、ね、ちょっと入れとかな。うん、うまっ。締めじゃないよ。用意スタートみたいなもん、うん、挟んだるな、挟んだるわ、うん、泣きのはね、酸っぱいも飲んでないのにね、もう半減目で寝てた、うん、二日酔いはね結構減っちゃったけど。まい、うん、美味しいわ。このソースはね、ごまです。半額じゃなかったら買わへんけどな、うん、というわけで煮えるまでお待ちください。はい、というわけで煮えましたのでね、鶏と白菜はね、遠いとこね、この白菜の芯のところに俺最後まで置いとくから、もうくたくたになるまで置いとくから、これ葉っぱのとこね、うん、いいよ。ポン酢と柚子胡椒ですね、この中ね。ちなみにポン酢と柚子胡椒、この芯の部分は結構くたくたになるまで放置します。というわけでいただきます。うん、やっぱうまいよな、白菜は裏切らへんわ。うん、鶏優しいな、鶏優しいわ。
行けとこ鳥やな。入れてるのはね、だし醤油、だし塩、だし塩お酒ぐらいかな。うん、ポン酢で。これは鍋のような女の人と付き合って結婚したいな。優しさしか感じひんわ。優しさしか感じひん、鍋からは。もう温かいもん、温かく優しい鍋だわ。鍋やで。やっぱ鍋です。だからね、次の当てでもお会いいたしましょう。パテマス業界です。はい。鳥食べちゃったけど、うますぎて2ターン目いきます。2ターン目の鳥と、これ胸肉1枚入れて全丸っぽ入ってるから、結構な量あんちゃうかな、これな。いいよね、これ。鶏鍋してると何がいいってね、これちょっとね、皮の間辺だからぐらいで、これ、鶏油が出てね、ちょっとこの油がね、上の方にね、テカテカとしてね、乗ってきだすとね、これがね、うまそうに見えるよね。これですよ。これね、えのき。えのき。変なとこに何か入った。うん。えのき入れますわ。こうね、パッと。やっぱ鍋にはえのきですよ。えのきが一番力を発揮するのはえのきとなめたけぐらいだからね。バター炒めとかホイル焼きとかそんなあんなもんただのオプションにすぎない。ここに来るとなかなかのメインを張りよっからね、センター張りよっからね、えのきね。というわけでこいつが煮えるまで少々お待ちください。まだビール残ってますよ。ちんたら行きたいけどな。よし、煮えた。煮えたぞ。煮えたわ。えのき食べよう。もうえのき食べるわ。さあ、えのき食べるわ。な。えのきええわ。やっぱえのきやで。やっぱえのきや。えのきうまい。そばのように食えるんや。おいしいな。えのきって美味しいな。まさに岩手三昧と愛が。あ、この新の方はだいぶクタクタしてるから。美味しい。えのき鍋での力の発揮の仕方半端ねえ。ワンピース話題になってるけど、皆さんワンピース読んでる人で一番感動した泣いたシーンではやっぱアラバスターとか出るらしいよね。アラバスター編が無駄でやっぱあるんだけどな、冬島編ねんけどな、チョッパーの時ね。ドクターヒルルク大好きだから俺。
うん、まあ人それぞれね、あれとかありますよ、うん、あとね、今日はね、白菜、えのき、鶏肉、春菊、気分によったら餃子入れます、うん、このくたった白菜食べようかな、あ、うわ、うん、心臓に箸を向けるコースに心臓は一つだけである、心臓くんや鳥の心臓、うまい。というわけで次の先かで会いましょう。